後ろ山ふすまからくり公演は神社境内の農村舞台で行われます。祖谷のふすま絵は明治後期から大正期にかけて作成されたものと言われていますが、西祖谷村にはこれまでに後ろ山のほかにアルセ、オイヤ、田の内、徳前の5地区にはおよそ240枚が保存されています。特に後ろ山のふすま絵は保存状態が良く、全国的にも珍しい特別な変化、縦、横、斜めからなる多様で複雑な変化を見せることから、平成18年2月22日に西祖谷村が有形民俗文化財に指定しました。はい、引き分けで入りました。二見が裏でございます。両方に引き分けられております。松が出てまいりました。斜めに軸を取りまして、対角線に軸を取りまして、こう斜めに回転いたします。お城が出てまいりました。当時の顔料そのままです。